はい、秋田。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、このね、模様編みコットンの糸で模様編みをしていって、で前回というか、これのね、これをやって編んだ回、前回この一つの目から長編み3目を出して、で次の段ではその長編み3目をこう3目一度して、でそこから、長編みと鎖編みと引き上げ編みで模様を作る、ここまでですね。このワンセット、こう1番2番3番でワンセットにして、これを繰り返していきましょうという話をしたんですけれども、ここまで編みまして、1番また最初に戻って1番編んで2番編んだところで、1周がねめちゃめちゃ長いもんで、編んでるうち目数多いんで、すっごいね飽きてきちゃうもう飽きちゃって、いやいやいや、最初はねちゃんとやろうと思ってたんですけど、違うのよ、やろうと思ってたの。でもね、やっぱね、物事飽きるとね、進みが遅くなる、こうなんていうの、違う刺激をね与えないとダメかなということで、ちょっと編み方を変えていこうかなと思いましてで今この上ですね、上、よいしょ、この長編みの3目一度のところはちょっと鎖編み3目でこう飛び越えまして、よいしょ、よいしょ、はい、折って編まないといけない、はい、この長編み3目一度のところは鎖編み3目で飛び越えて、この横のね鎖2目のところに細編みをして、でここで鎖編み1つして、同じところに細編みで、また鎖編み3目でこの3目一度の部分を飛ばして、隣に細編みで、鎖編み1目して同じとこに細編みっていう、この鎖編みと細編みだけで、ちょっと土台的な感じなんですけど、それを作ることにして、ちょっとね気分を変えて編んでいっております。いや、そうすることで、じゃあ次どうしようかなってこう編みながらね考えているんですけど、いやもうなんかね、同じ編みを延々と繰り返すことができるのは私多分細編みだけなんじゃないかなと。これがね全部細編みだったらね、ずっとぼーっと編んでられるんですけど、どうもね長編みとかこうその他の編みになると途中でちょっと飽きちゃう場合が出てくるんで、まあ、そうなったらちょっと開き直って編み方変えてやろうと思いまして、なんかこっからこの編みを繰り返していきましょうじゃなくって、もしかしたら毎回毎段毎段こう違う編みをやっていっちゃおうかなぐらいの感じですね。で一番最初の、はい、違う、細編みしか編んでないよね。細編み編んで、鎖編み編んで、で、一目目に、はい。じゃあ、ここ、スタートライン、ここなんだな。ここからスタートラインがあるので、最後、同じとこに細編みしてから、鎖編み一つして、ここに引き抜き編みして終了。で、ここからなんですけど、実はもうね、一玉があとこれだけです。だから、だいたいもう一段編むか編まないかぐらいで、この一玉分が終わるので、だいたい一玉でこのぐらいなんだなっていうのが見えてきております。だから、これで一玉分ってことは、二玉、三玉分ぐらいで、ちょっとここぐらいまで来れるかどうか。かな。で4玉あと5玉しかない、5玉6玉、はい、2、4、5、6玉、全部で6玉あったのであと5玉あるんだな。じゃあ3玉か4玉で本体作って、持ち手とかで1玉あれば、まあ余裕があるってことかな、糸に。まあ余裕があるから、じゃあ好き勝手やりましょうってことだな。じゃあこっからなんですよ。こっからどう編もうか。で、今編んでいったこの
鎖3目で編んだ大きい方の鎖編み、ここに編みつけていこうかなと思います。基本はこの細編み3目の幅、あ、細編みじゃないや、3目分ですね。3目分の幅に物、あの編み物が入っていく、この 3目幅で編み物をしていく。そうすると目数が多分増えないので、ぼやんと膨張することもないんじゃないかなと思います。だ、こっからどうする？こっから 1,2,3 目編んで4目編んでみる。4目編んで長々編みを、よいしょ、してみる。長々編みをしてみる。長いね長いな。細編み、長編み、中長編み、とにかく3目でできること模様を考えていきましょうと。いや、悩むところだな。まずここで鎖2目編んで長編みを、よいしょ、1個編んで、これで長編みの2目一度っぽくしよう。これで1目できました。で、2目目、2目目は鎖編み1つして、で、3目目、どうしよう、この中取っちゃうか。なんか不思議な編み方になったぞ。で、隣のところに、はい、長編みの2目一度して、鎖編み1つして、この長編み2目一度の長編みの足を拾って長編み、ひらめいてきた。よし、はい。で、この中にからこうスタートが鎖編み3目の中に入りまして、ここで鎖編み2目して、ほい、で、未完の長編みを取って、これで長編みの2目一度作ります。で、次この片方のこっちの左側のね、長編みを取って細編み、細編みって2細編み2つ編もうかな。で、またこっち、隣の3目、鎖編み3目の部分に、長編みの2目一度して、で、またこの左側の長編みの足全体、足を拾って、よいしょ、細編みを2つ。ちょっと謎な感じですけど、これでやってみようかな。これで1目目。で、2目目。3目目って3目1模様になるのかな？これいいかもしれない。これでちょっとやってみますか。こうやってちょっとね、気分を変えて編み方を考えながら編んでいくっていうの面白いかもしれない。そしたら飽きないよね。あ、いいんじゃないですか。ちょっとまた複雑な模様になってきて、これでいこう。これで、このこれとですね、この鎖編み3目と鎖編み1目のこの段とワンセットで編むとこういう模様になるということで、ちょっと、はい、忘れないうちにやる。はい、まず2目編んで、ここに長編み2目一度をして、で、ここに2つですね、これ拾って、ここを拾って細編み2つ、
で、同じように長編み2目一度して細編み、これをやっていきましょう。これでいいんじゃないかな。はい、ちょっとやってみましょうね、しばらく。そしたらまた次の段どうしようかなって思いながら編める、うん、面白い方面白い方に転がって編んでいった方がいいかなと。私の中で自分でね、ああこの方が面白いなとか、こう単調なのがね多分合わないんだと思うんですよ私。やっぱり積み重ねというか、同じ模様を積み重ねていく美しさというのも当然あるので、それはそれでね好きなんですけれど、じゃあ自分でできるのかって言ったら、私にそのねこらえ性がないんだな。だから本当にウェアというかね、セーターとかね、作れる人本当尊敬します。無理持たないんですよね。つまんないっていうか、飽きちゃうからなかなかね大物が作れないというか作らないんですけど、今日ですね、これから私美容室行ってきます。一応卒業式が延期ということで中止にはならなかったんですよ。さすがに引きこもりでね、いつも髪ボッサなので、こういう時にでも行ってこないと。問題は今、入学式用のスーツが入るのかっていう、そこを心配 している最中でございます。結構編んだ、結構編んできましたよ。うん、結構編みましたね。うん、かなりしっかりしてるし、これでいきましょう。この段はこれでいきましょう。で、今段、この段が終わったら次どうしようかなっていうのをまた考えていきたいと思います。いやー、いいんじゃないか。こうやってちょっと一段一段模様を変えていけば、かなり複雑な編み目のカバンになると思います。なんか編み方練習も兼ねてる気がする。ここの2段で一模様って感じですね。2段セットの方がいいと思う。はい、こうしましょう、こうしましょう。もうちょっとでもう終わりそうなので、多分この段で終わりかな。で、これ終わったらまた、はい、新しいのを出してまた編んでいこうと思います。はい、ちょっと続き明日また違う編み方考えましょう。で、やっていきましょう。はい、というわけでまた明日続きをやっていきます。それではまた明日。じゃあ。